学校を卒業して灘の沢の鶴に、5年ぐらいおったんかな。それからここに来てずっとですね。まあ特徴はそんなに特別際立った特別特徴はないと思いますけどね。その香りが高いとかね、味が濃いとかいうんではないんです。もう普通一般の、まあ、ナショナルブランドによく似た味っていうかだと思いますけど、まあ、一番多いのは普通酒っていうか、やっぱりパック酒が一番多いんです。で特定名称酒は案外やっぱり県内の消費量が少ないのと、もう県内主ですからやっぱり安い酒っていうか普通の酒が一番メインになってるわけです。お米はやっぱり販売と違ってやっぱり外側が硬くて中が柔らかいとかいう、まあ、外交なないなんっていうかね、そういうお米が酒米に適しているんです。それで販売とはまだ種類品種が違うのを使ってますけど、うちで使っているのは今岡山のお米がほとんどなんです。岡山広島ですね。やっぱり雑味が少なくなるっていうかね、やっぱりぬか成分全部取ってしまって、まあ、中の、いいとこだけを残して、まあ、それはだんだんとそうなると高くなるんですけどね、お酒がきれいになるっていうか、まあ、雑味がというか精米具合が高いのが悪いっていうことはないんです。味が濃くなって酒の味はよりよく出てくるだろうとは思うんですけどね、磨くほどやっぱりお酒が軽くなるっていうか、まあ、そういう感じですね。今現在はもう12月に始まってもう仕込みは12月中に終わるんですけど、だいたい殺菌し終わるまで、火入れっていうか殺菌し終わるまでは2月の末ぐらいにはだいたい終わるんです。
麹はやっぱり30度から40度ぐらいのところで作りますので、やっぱりあんまり高すぎると麹菌が死んでまうっていうか、胞子が生えなくなるので、やっぱ麹作りが、お酒は一麹に根元っていうぐらい麹が一番大事ですけどね。麹がだから2日作って出来上がったやつを蒸し巻いと、今度水と酵母で混ぜて仕込むわけです。あとはもうもろみの、まあ、仕込みなんですけど、やっぱり三段仕込みで、だんだんと量を増やしていって本仕込みになるわけです。酵母の、まあ培養が、酵母があまりいっぺんに薄くなりすぎると、希釈刺されるとちょっと雑菌が入ったりするから、やっぱ酵母の増殖っていうか、酵母の数を増やすために少しずつ、まあ、酵母密度を増やすっていうかね。添え中止めと三段にやって、で止めで、まあ仕込みは一応タンクで終わるわけです。でそれからあともう絞るまではもう20日、ここだったら大体23日ぐらいで絞ってるんですけど、酒粕はやっぱ米のやっぱり麹の出来方とかによっては、そのもろみの温度 の、 その高さとか低さとかね、それによってやっぱり少しずつ違ってくる。だいたい2割お米、使用したお米の2割から3割ぐらいの間で全部しますけど、
まあ、なかなか完成形がないっていうんでしょうね、まあまあ、完成形がないからこそやってられるんでしょうけど、もうこれで、まあ、あの満点や言えばね、もうそれで終わりやからこれが絶対もうなかなかできんから、まあ、それが楽しみみたいなもんですね。これでどんどん儲かるんではないから